代読させていただきます。I'm talking on behalf of Mr. Funago. I was just demonstrating how we usually communicate using a character board, as you could see. From this time on, we like to use a machine operated voice. 人は全身麻痺になって人の世話になって生きるくらいなら死んでしまいたいと考えていました。しかし、ALS と潜伏されたばかりの患者さんに自分の経験を話すピアサポートの活動をするようになり、自分にはまだやることがあると思い直し、2002年に人工呼吸器をつけ、生き延びる選択をしました。同じ人間なのに健常者と障害者と分断され、障害者が不幸な世の中はおかしい、と考えるようになりました。そこで、地元の松戸市議選に出馬しました。その時は落選しましたが、3年前の参議院選挙で、令和新選組から比例特定枠候補として立候補して初当選しました。難病患者、重度障害者になったことによって、私は強みを得て、国会議員として活動できるようになったということができます。